皆さんこんにちは。毎回私がいろんなことにチャレンジしていくチャレンジユーナチューブ。今日はお着物を着ています。さて、あ、そうだ、ここでですね、皆さんにちょっと寂しいお知らせがあります。何かと言いますと、なんとこのユーナチューブ最終回です。イエーイ。言えたない。はい、終わります。ということで、今回はどんなことにチャレンジするのかと言いますと、最終詩でユーナファミリーのみんなへの感謝のメッセージを書にしたためよう。はい、最後なので最終回らしく皆さんへの感謝の思いを書いてみたいと思います。ということで、今日はお着物です。いざやってみたら。なんと今回はですね、最終回なんですけど、講師の方がいないので完全一人です。よっ、やっと YouTuber っぽくなったぜと思ったら終わるぜ。はい、ですね、今までなんと挑戦してきたの37回もあるんだって。すごい。ちょっと振り返ってみたいと思います。そうですね、あのね、もう一番難しかったのは、いきなり1位から一応3位ぐらいからやっていただいてもいいですか。そう、難しかったのは思い出に残ってるやつのなんか 3位ぐらいな感じ。思い出残ってるやつ。そう思い出に残ってるのはあー、ボルダリングありましたね。あー、ボルダリングいけますよ。3位ボルダリングにします。あ、難しい3位ですか。難しいでもいいよ。なんか思い出に残ってる、思い出に残ってるのはやっぱり決めたというか。あ、じゃあ3位か。3位か。今あの右側にあのその辺にこうイルカがいる。あー、イルカは楽しかったので、ナンバーワンぐらいです。あー、じゃあまあちょっと、こっち側とかわかんないけど、うん、わかりました。楽しかったらじゃあイルカなんですね。楽しかったでしょ。 あと、滝行もやっとできた。ずっとやりたいって言ってて、本当に私のいろいろやりたいことをたくさん、あの、ね、叶えてくださったので、ユーナチューブが。あとは初回もね、あの袴を着て大筆でやりました。書で始まって書で終わるって感じですね。で、次は「レ」という字を書きました。で、あー、そうですね、イルカでしょ、滝行でしょ、あと乗馬楽しかった。あ、あの馬が寝たやつね。かわいかったな、白馬に乗ったし。で、やっぱり最難関は弓道。あー、弓道。何が一、あの弓道の何が一番難しかった。なんかまずこう矢を放すまでのいろんなね、そうだね、所作があったもんね。そこから飛ばすのに難しすぎた。この開き具合全然引っ張れないし。弓道すごいロケ長かったもんね。なかったですね。あんななんかいい感じにスパーって飛んでる感じだったけど、ずっと練習したもんね。みんな泣きそうになったの初めて。あ、でもな、泣きそうといえば辛かったね。あったね。泣いたね。なんかありましたよね。なんだっけ、泣いたのありましたっけ。なんか壁のやつね。ボルダリングだ。そうだ、リベンジできなかったですね。あれでもすごいなんかあの熱血っぽくて良かったけど、実はすごい挑戦してたよ。弓道とボルダリングです。なるほどね。悔しかった。あとは全然なんか悔しかった。あとはそう、すごいなんか楽しくやらせてもらいました。あの結構なんだろう、クッキングも結構やりました。あ、そうね、いろんなものを作りましたね。あとね、盆栽でした。盆栽いいと思います。盆栽は本当にまたやりたいって思ってます。いろいろありますね。青木先生は本当に準レギュラーですね。青木先生、あの料理ですか。ここに出しちゃった。フラミンゴのね、Tシャツのね、先生ね。結構楽しかったな。あといろいろやりましたよね。ハーバリウム作ったりやりましたね。作り物、アクセサリー作りとか。どうだろう、見てる方は何が一番記憶に残ってるんだろう。そうですね、まだあの
振り返ってもらってもねいいと思うんでね。で2018年11月から1年半ですね。そうですね、あっという間でした、はい、やりましたね。はい、じゃあ、寂しいですけど、とりあえず弓道とボルダリングが悔しかったと、はい、ことで、はい、じゃあぜひね振り返っていただくということでね、ぜひ皆さんも私が体験したことを体験しに行ってみてほしいです。ということで皆さんへの感謝の気持ちを一言で表したいと思います。さてさて、なんて書くでしょうか。すごいなんか懐かしい感じ。私書道習ったことないからちょっと緊張します。なんて書こうかな。新聞紙がリアだこれ、足よし、書きたいと思います。はい、書けるかな。できたー。あー、なるほど、そういうことか。はい、じゃあちょっとこう見せていただけますか。じゃーん、なるほど、心です。それはなぜ心にしたんですか。ゆうなファミリーへの感謝の気持ちを込めて、あと心が通じ合える場を設けてくださったので、心を込めてありがとうって思いで書きました。ハート付きです。以上、はい、以上、はい、はい、ということでゆうなチューブは書で始まって書で終わります。はい、皆さん1年半お付き合いありがとうございました。心を込めて皆様にということで、私の平優のオフィシャルサイトは8月1日から新しいサービスに生まれ変わる予定なので、ゆなファミリーの皆さんもぜひぜひチェックしてみてください。新しい私の何かが始まるかもしれません。はい、じゃあ皆さん、暑い日が来ますけど体には気をつけて、しっかりお水をとって、真心を大切に日々過ごしていきましょう。暑い時はお水を飲もうと思うんだ。じゃあね、バイバイ。最後それ